やあ、お兄さんたち。お疲れ様。あれ？ジョゼちゃん、いつもより元気ないね。なんかあったの？ごめん、気を使わせちゃったね。ちょっと、いろいろあって。ここに来るまでに、たくさんの花を吸うことができたよ。お兄さんたちが協力してくれたおかげ。だから、人間のこともだいぶ分かってきたんだ。けど、花を吸えば吸うほど、僕は人間が分からなくなっちゃった。ああ、なるほど。恋愛と同じじゃね？それ、思春期的な。心当たりがあるのか、スカルに。そもそも経験ないだろう。うっせ！気持ちはわかるだろ？大体。骨のお兄さんの言う通りかも。僕、勉強して知ってる。理解すると、新しい一面が見えてくる。今までと、好きだったのと、真逆の一面も、恋と一緒だね。だろう？ほら見ろ。僕は人間を知りたい。けど、僕は今と同じことを繰り返していけば、人間を勉強していけるのかな？シンプルな解決法を言っていいかな。やめちゃえば？人間を勉強する、だっけ？ダメだよ。勉強するのは約束なんだ。ある人とのね。ある人？ごめんね。こっちの話だよ。気にしないで。確かに悩むかもね。真実に近づくために努力するほど真実から遠ざかっていく感じ。私も似たような経験したから分かります。何かきっかけがあるとスルッと解決したりするんですけど。考えてくれてありがとう、お姉さんたち。きっかけか。そうだ、きっかけだよ。お兄さんたちにお願いだよ。僕と戦ってほしい。そうだ、ぶっ飛びすぎててちょい繋がんないぞ。勉強して分かったことがある。人間は行き詰まった時、誰かに本音でぶつかって前に行くんだ。僕は今行き詰まってる。そして僕がぶつかれる相手はここにいるお兄さんたちだけ。本音でぶつかるといえば戦うのが定番だ。物理かよ。戦うって言われてもなあ。どうする、まさかこうなるとは思ってなかったし。きっかけになるかなんて結果論なんだし、彼に付き合うかどうかだけ決めればいいんじゃない？どうする、ジョゼと戦うのか。ありがとう。早速だけど行くよ。本音でぶつかるって約束だよ。手加減なんてなしだからね。よし。はっ。ヘルスラウン。ありがとう。やるね。そこか。やるね。これでどう？必殺のウルトラタイム！ヘルスラー！いただいていく。あいたたた。あいたたたたた。思ってたより痛いぞ。
けど、こんなものじゃないよね。お兄さんたちの本音、まだまだこれからだよ。よろしく。ドドーン。してきた。なんでだろう、こんなに痛いのに僕楽しんでるってことなの。で、集中しないとダメだよね。行くよ、お兄さんたち。行くよ。そんな、さすがジョーカー、紙一重だ。ヘルプだ。そい、本音よくわかったよ。ありがとう。なら僕も本音をぶつけるよ。人間を勉強してわかったこと、これが僕の本音だ。行くよ。とっておきの、やってやる。ガラ空きだな。片付ける。本気で行くよ。Now
状況は。次は誰だ。本気で行くよ。よし、本気で行くよ。本音の人間。お疲れ様。ごめんね。奇遇だね。僕もだよ。お兄さんたちのおかげで僕。お、なんかわかったか。ますます人間のことわからなくなっちゃった。嘘。この流れは真逆の回答が来そうなものだが。めでたしな展開を予想してました。困ったわね。ごめんね、期待に添えなくて。なんで謝るの。だってお前、人間のこと分かんなくなったって。それでいいんだ。人間ってよく分からないんだよ。分からないから迷って探して信じられる相手を見つけて
その人と一緒に、例えば無駄かもしれないことに挑戦してみたりする。今お兄さんたちが僕にしてくれたみたいにね。きっとそれが人間なんだよね。だから人間を全部知ることなんかすぐにはできないんだ。僕やっぱり人間が好きだって思ったよ。お役に立てたってことでいいかい？うん、やっとわかった。これで僕もいつでもあの人のところに戻れるんだ。ねえ、ジョゼの言うあの人って誰なの？あと結局ジョゼって何者？僕は僕だよ。お兄さんたちと知り合ってちょっと物知りになったジョゼ。僕たちはいつも自分が誰なのかを探してる。人間を見てるのはただ数人の人たちじゃないってこと。今は秘密かな。いつかわかるといいね。お兄さんたちにお礼。貴重な時間を使ってくれたからね。これ受け取って。なんて面白いんだろう。人間か。みんなが放っておけないわけだよ。おい、それどういう。なんでもないよ、お兄さん。それじゃあまたね。本当にありがとう。あ、これからも花集めよろしくね。それじゃあお疲れ。よくわからないけど解決したってことでいいのよね。ジョゼか。なんか不思議だけどやっぱ可愛い子だね。もうアンドの我が輩だって。やあ、やった。どうする？僕は違うよ。お疲れ。